皆さんこんにちは。ここは阪神電車の福島駅です。今からね、この梅田から三宮の方へ行こうと思います。まあ、福島駅なんですけど、阪神電車の旅がスタートでございます。梅田からじゃないのと思った方いると思いますけども、残念ながら今日は福島駅で降り立ってしまってましたので、ここから動画を撮ることにしました。まもなく到着するのは阪神電車の普通電車、こちら5500系という車両でございます。この車両も現在では更新などが進んでおりまして、数を減らしてきておりますけども、普通電車高速神戸駅です。またね、動画を撮り忘れていて、この福島駅の先ほどの駅の次の駅、野田駅へやってきました。 JR の大阪環状線野田駅などと乗り換えがあります。ここでですね、後ほどやってきました梅田発急行尼崎西宮駅ですね、これをですね、ここで待ち合わせすることとなります。今乗ってきたのがこちらの電車ですね。高速神戸駅と書かれておりますけども、またね、これに戻っておきましょう。これ路線図見てみると、大阪梅田から福島駅から出発しまして、野田駅でですね、急行が停車しますので、ここで後からやってくる急行電車と待ち合わせを行うこととなります。この阪神電車ね、非常に面白くなってまして、本日、土曜日日曜日土休日のですね、日に撮ってるんですが、まあ、この後もね、たくさんの接続があるということで、たった2本の線路でたくさんの列車をさばききる、この阪神電車の各駅停車というのを見ていただきたいなと思っております。今急行が行きましたね。とてもスムーズな緩急接続が行われました。そして程なくしてから、この普通電車も発車することとなります。阪神電車は基本的に10分に1本走っているダイヤでございます。各駅停車10分に1本、それからですね、直通特急と特急電車が10分に1本、そして急行が20分に1本というペースで走っております。列車は野田駅を出発します。次は淀川と書かれております。この2面4線の複線の線路になりまして、ここから大阪府内を走りまして、兵庫県の方へと向かってまいります。次は淀川です。今実際に僕が乗車している電車なんですけど、この各駅停車、阪神電車の各駅停車というのは、その昔ジェットカーというふうにも呼ばれておりまして、本当にジェットエンジンのような加速度で走っていくことから、このジェットカーという名前が名付けられております。最初阪神電車の5000系に導入されたジェットカーというものなんですけども、現在でも少し性能は当時よりも落としているものの、昔と変わらぬ加速性能を誇っております。日本で一番加速度の速い電車というふうにも言われました。そしてこの阪神電車、駅と駅の間が短いことでも知られております。大手私鉄の中では一番短いんじゃないでしょうか、路線長が。その割には駅数も多く、たくさんの路線と直通電車が走っております。例えば淀川駅に到着です。列車は淀川駅を出発してまいります。淀川駅を出発してすぐ右手左手両方とも車窓には淀川が広がります。淀川はいつも僕の動画で言ってますけども、滋賀県の琵琶湖の方から瀬田川、宇治川と経由して淀川になり、大阪湾へ注ぎます。ちょうど対向列車とあれしましたけども、姫島駅ですね。次は大きな淀川を渡っていきます。奥の方にはこの高速道路であったり、普通の道路であったり、また JR 線なんかも見えると思います。そしてこの淀川を渡ってすぐに駅があります。もうね、両方とも淀川駅って名前でいいんじゃないか、淀川右岸とか淀川左岸とかね、名前つけたらいいんじゃないかと思うんですけど、淀川を渡ってすぐに、まもなく姫島という駅に停まります。姫島駅です。ちょうど扉を閉めて姫島駅を出発するところ、ここね、カーブの駅なんですけどね、まあ、角度分かりにくいですよね。結構傾いてるんですよ。阪神電車はこのカーブの駅も多くありまして、いろんなたくさんの駅ですね、このカーブの途中にある駅ということで、乗り降りがね、すごい面白いしにくい、ね、駅となっておりますけども、
このカーブをねどんどん減らしていこうというような工事も今行っております。ですから JR 線なんかと比べると少々所要時間がかかってしまうのが悲しいところではありますけども、阪神電車としてはやっぱりですね、沿線のたくさんの人をね乗せるべくたくさんの駅に停まって、キャッチコピーは待たずに乗れる阪神電車というキャッチコピーを掲げておりますけども、次々に各駅停車と他の優等種別との列車がたくさんね接続が行われている、そういう魅力があるのもこの阪神電車。まもなく千舟駅です。まもなく千舟駅、今放送があったようにこの駅では2分ほど停車します。後からやってくる優等種別をですねここで退避することとなります。本当にね退避が多いんですよこの会社。あんまりないですよね。大阪梅田から出発して2駅目で急行の退避で、そこからですねまた3駅目でですね、だから実質、5駅目でしょうかぐらいですねまた退避を行うわけなんですね。千舟駅に到着しました。せっかくなんでね退避するらしいのでちょっと外の様子も見てみましょうか。向こうには通過と書かれております。千舟駅です。この阪神電車の魅力、待たずに乗れる阪神電車、とりあえず来たやつに乗れば目的地までパパッと優等種別とそして早い種別と各駅に停まる種別を乗りこなしていくことが、早く行くことができる、これがこの阪神電車の魅力でもございますと先ほどから言ってるわけですけども、今ですねこちらですね千舟駅ということになっております。6駅目ですね、6駅目まででねもう2本ね追い抜かしてもらってるわけですよ。距離にしては10キロないんじゃないかというぐらいです。さてやってきました駅は梅田から6駅目にして、こちら直通特急の通過待ちでございます。姫路駅の直通特急、この電車は山陽電車の5000系列という車両を使っております。今度反対側からやってきた、こちらは新しい5700系というですね、こちらもジェットカーの後継型、よく名前でジェットシルバーなんても言われておりますけども、加速度がすごい速い各駅停車用に作られた車両です。千舟までは直線距離にして10キロ絶対ないですよね。10キロない区間で2本も後から列車を追い抜いてもらう、そんな会社どこにあるでしょうか。しかもこれが1時間に5回行われていることですよ。面白いですよね。列車は扉を閉めまして千舟駅を出発していきます。加速度をね見ていただきたい。これ GPS なんでね多少の誤差はあるんですけど、今列車が発車していきましてですね、ここは待避駅なんであんまり加速度が良くないんですけども、でも制限速度もね結構かなりのね加速度でね出発していってくれることがわかると思います。ちょっと今の GPS のあれじゃ分かりにくかったかな。この今25キロぐらいで走ってるんですけども、ここからですね加速をしていきます。分かりにくいかもしれないですけど、なかなかの加速力だと思いますよ。この各駅停車用の車両というのはですね、こうやって駅と駅の間が短いですので、もう短距離走ですね、ウサインボルトだと思ってください。ウサインボルトのような選手がですねこう走っているわけで、そこからですね長距離電車、長距離走のね得意とする人がですねたくさんのお客さんを運んで、こう接続なんなり通過待ちなんなりをしていくわけですけど、もうねあっという間に、今喋ってるの何分でしたっけ、まあ、ノーカットでお伝えしてるんですけども、もうね1分経たないうちに次の駅に止まってしまいます。京阪電車の土井駅なんかのあたりも結構駅間が短いですが、この辺りもう駅間が短い区間がずっと続いていくわけです。ここが久伊勢駅でございます。梅田から7番目の駅、特に何と言っても言うことがないので久伊勢駅は久伊勢駅ということにしておきましょう。この久伊勢駅から県をまたぎまして兵庫県に入ってまいります。加速度見てみてくださいよ。これ6キロ8キロ13キロ17 14あーなんかおかしいな25 24 26ちょっと分かりにくいですけども、かなりのねスピードを出していくということがですね、まあ、分かっていただけたらと思います。加速度ですね。次は大門駅に停まります。放送があった通り西九条方面、それからですね難波方面は次で乗り換えということになっております。
この発信電車、難波の方から近鉄線に直通していまして、線路だけで言えばですね、近鉄名古屋までこの同じような線路が続いているというわけですよ。実際に直通しているのは奈良までなんですけども、そう考えてもすごいですよね。西は山陽電車の姫路駅、東は近鉄の奈良駅まで直通している列車が乗り入れております。阪神電車です。左側から見えてきましたのが阪神難波線。大きなカーブを絵を描いて、まもなく到着するのが大物駅です。阪神難波線の起点はこの大物の次の駅ということになっているんですが、ここも同じ駅を共有しております。この大物から尼崎間はですね、二重戸籍区間というふうに呼ばれているような区間でもあります。難波線と本線ですね。さて、結構なカーブ、傾斜のあるところでこの大物駅止まりました。通常直通特急などはこの大物駅を通過しますので、通過する際にはこの制限速度をですね、できるだけ受けないよう、乗り心地が良くなるようカントというですね、勾配がつけられております。阪神電車大物を出発しまして、左側見てみると車庫を見ることができます。こちら阪神難波線に直通するような車両、線形電車であったり、直通特急などに使われる8000系、9300系、または線形電車、いろいろ止まっておりますね。ここが阪神電車で一番大きい車両です。そして車両工場もありまして、点検なども行うことができます。そしてここにお城がありますね。これが尼崎城とかいうやつです。僕あんまり知らないんですけどね。ここにもね、なんか面白い補線車両みたいなのが止まっておりますけども。そして右側、左側、両方ともにですね、この、折り口があるということで、ここで両側の扉を開けることとなります。ここからがですね、ちょっと面白い場所なんでね、見ていただきたいんですけど、この西九条駅の面白さというのをね、皆さんに体感していただきたいです。奥の方にもですね、あ、近鉄電車も見えますね。あれが直通している難波線の方のやつ。まず、進行方向、左側の扉を開けて、こちら側のホームを開放します。そしてこちら側にも開くわけですね。今尼崎駅にいるわけですが、後から急行電車がやってくることとなっております。これはですね、今度梅田を出てから3回目の対比でございます。大阪から尼崎 JR 線ですと10分かからない距離でございますけども、阪神電車のすごいところです。これ何回も言ってますけどね、本当に対比、そしてですね、駅数が多いんですよ。今では結構わかりやすくなったんですけど、昔は千鳥式停車というふうにも呼ばれておりまして、同じ種別無でもですね、止まる駅が違ったりですね、ここの区間は全部止まって、ここの区間すっ飛ばすみたいなね、まあそういう千鳥停車というのが行われてたわけです。詳しくはね、ウィキペディアでも何でも見てください。さて、ちょっとね、一旦降りていきましょう。あ、向こう側から近鉄の車両がやってきてますね。そう、そしてこれやってきたのが、おお、すごい珍しいやつじゃないですか、これ。2024と書かれておりますけども、これ阪神の甲子園球場、なんか100周年かなんか記念したのかな、そんなやつだと思います。阪神タイガースが優勝もしましたけど。そしてですね、ちょっとカメラがごちゃごちゃしてるんですけど、後からやってきた急行電車が、ここでですね、急行電車のお客さんが乗ってきます。今ちょうど急行電車が発車していったところです。本当はですね、もっと時間をねかければね、面白い対比も見れたんですけども、今回はこんぐらいにしておきましょう。ちょっと特別なラッピング、甲子園ラッピングというふうにも呼ばれております。すごいですね。阪神電車は自分が所有します阪神タイガースという球団をですね、見事1位にしましたから、それで現在阪神電車すごい大儲けですよ。これですね、この普通電車の後ろに直通特急も構えているわけですけど、この尼崎でですね、対比もできるんですが、これ後の直通特急に乗ったらこの先に早く着くよという感じです。もうね、ここで出発してしまうと思います。前に急行がいましたんで、多分さっきの急行が尼崎行きだったのかな、どうでしょうか、もしかしたら西宮行きだったかもしれません。さて、右側の扉を閉めて、今度左側の扉も閉めていきます。近鉄の方に乗り換える人はですね、この尼崎でもこの乗り換えれるようにということになっているわけです。さて、列車まもなく出発してまいります。信号は青、出発進行。複雑な配線が組まれているこの車庫と、さらに大きな駅、ターミナル駅と、でさらにはこの留置場みたいなのも併設したこの尼崎駅を出発してまいります。右奥にですね、これ見えると思いますけども、こう鳥居みたいなのが見えるわけですね。
この見える鳥居が尼崎恵比寿神社というわけです。尼崎恵比寿神社は結構初詣の時はお客さんが来るみたいですよ。お客さんっていうのかな、参拝客ですよね。そして先ほども言った通りジェットカーには本領を発揮しまして、かなりのスピードを出していくことになります。ここからはですね、ずっと降下が続くわけなんですね。阪神電車降下率がとても高い路線となっております。最初阪神電車が開業するときにはですね、こんな降下などは全くなく、まず最初に軌道法みたいなね、なんかよくわからん法律がありまして、こう鉄道を開業するときですね、私鉄の場合はですね、なんか国の許可みたいなのがいるらしくて、でその許可を得るために、あの一部区間だけですね、軌道路面電車のような形にして、こう軌道法という形で申請を得て、で開業した路線でもあります。ですがそれ以外は結構スピードを出すようなね、ちょっとね意地悪のね、こうすり抜け合法すれすれみたいな、違法すれすれ路線だったらしいですよね。そして尼崎を出てすぐに次の駅、出屋敷駅に停まります。ちょうど太閤方面からやってくる電車は阪神電車の9300系車両でございます。これ阪神電車では3編成しかないこうものなんですけども、このように通過していきます。普通電車はですね、本当に各駅に停まるわけですけども、特急はね、どん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 飛ばしていくわけですよ。JR の新快速には及びませんが、それを圧倒するぐらいのスピードと快適性、それを誇っております。山陽電車の姫島で直通、大阪と三宮を結ぶ主要路線としても活躍しています。現在では立体交差事業がとても進んでおりまして、もうほぼほぼ高架、それか地下しかない阪神電車、さすが都市の路線という感じがあります。そしてもう駅を出てすぐにですね、この信号が黄色とかになってますけども、すぐに次の駅です。今駅を出て何秒経ちましたか？30秒も経ってないですよね。次の駅ではこれ退避ということが行われます。今回5度目の退避ですかね。ここ尼崎センタープール駅です。右側には競艇場を見ることができます。尼崎競艇場、これねよく見てみるとホームからですね、競艇の様子が見えないようにちょっとね高い窓にね作りがなってるんですよ。後でお見せしますが、反対側ですね、もうちょっとね低いところに窓があるんですけど、これもこの競艇場の脇ならではです。尼崎センタープール前、名前が変わって鳴尾向川女子大前駅になる前までは、この尼崎センタープール前という駅の駅名が阪神電車の中で一番長い駅名でした。その名の通り尼崎のですね競艇場の前にありまして、あ、こっち側ですね。もうちょっとこっちに移動してみてみましょうか。風が強いのは申し訳ないです。今まで乗ってきたのがこれ5550系というやつですかね。すいません、この詳しいことは分かんないです。向こう側の窓を見てみるとちょっと高い位置にあるのが分かりますよね。でもこっち側見てみるとこれちょっと低いんですよね。これホームのところから競艇場入場券でね入ってね、ちょっとね競艇見ようじゃないかっていうことをねさせまいというような感じでございます。これ北側にこんな感じであるわけなんですけど、競艇場が見えないように高い壁になっている、これもこの競艇場ならではの仕組み、面白さでもあります。お、やってきました。あれは阪神電車の元祖ジェットカーでございます。5000系電車でございます。この電車もあと何年動くか分かりませんが、阪神電車乗る機会がある方はぜひ探してみてください。綺麗に塗装がされていますけども、あと何年この阪神電車に居続けるかはちょっと分からないところでございます。こちらも軌道加速度 5.0km/h を誇ります。1秒間に 5km 増加するということですね。とても面白いです。もちろん速度が上がるにつれその加速度は弱まっていくんですけども、後からやってきた直通特急に抜かれていくこととなります。やってきました、こちらも山陽電車の5000系列。この直通特急に乗れば姫路まで1本で行くことができます。さてそろそろ出発するので戻ってみましょうかね。阪神電車とてもすごい。この点何度も言ってますけども、退避今回、確か4回目か5回目ですね。4回目の退避を終えまして、普通電車扉を閉めて出発してまいります。向かい側には元祖ジェットカーがおりまして、別れを告げるように発車していきます。尼崎センタープール前駅です。向こう側にはですね、こう競艇場のお客さんを誘導するためにホームがもう一個設けられているのが分かると思います。お、ちょうど向かい側からやってきた、これ直通特急電車ですね。
これはですね15分に1本なんですけども、正確には1時間に4本直通特急があってまして、その間に特急電車スマウラ公園までしか行かない特急電車が2本入っている状態です。電車に乗りながらであればこのように競艇場を見ることができますね。今日は何にもやってないですね。たまに何かやってるとこの様子を見ることもできます。尼崎センタープール前駅を出てすぐ、間もなく向こう側駅に停まります。向こう側という名前の通り川の上に立つこの駅なんですけども、非常に面白くて、東口と西口ですね、こう市が違うんですよね。東側は尼崎市、そして西側の出口は西宮市となっております。この川でですね、今下に見えていると思います、透けてて怖いですね。これが向こう側です。尼崎市と西宮市の境界、西口から出れば西宮市、東口から出れば尼崎市でございます。淀川駅であったり、もちろんこの向こう側駅もそうですが、ここからですね川のつく駅名というのもね、なかなか多い、そんな路線となっております。加速度をね見ていただきたい。もう言ってる間にねもう10キロ過ぎて、15キロ20キロ達しました。30キロ近く、もう30キロと超えた、こんな感じですね。もうね加速度がね桁違いなんですよ、他の路線と。これが本当に阪神電車のいいところ。次は鳴尾横川女子大前です。 100m 走であればウサインボルトといい勝負をするのではないでしょうか。まあでも 100m9 秒台はなかなかちょっと厳しいですよね。止まってる状態からスタートすれば普通の人間でも追いつけないような、この阪神電車のジェットカー。次、鳴尾鳴尾向こう側女子大前駅というふうに案内がありましたけど、この鳴尾向こう側女子大前駅、僕がですね、中学生の頃ですね、だから5年ぐらい前はですね鳴尾駅という駅だったんですよ。でその後にですね鳴尾向こう側女子大前、近くに向こう側女子大前があるんですけども、あのその向こう側女子大の駅名をくっつけて鳴尾向こう側女子大前駅という風になりました。もともとはサブ駅名、副駅名というような形だったんですね。このようにちょっとドームのような丸みを帯びたこの駅が特徴です。鳴尾向こう側女子大前駅、阪神電車で一番駅名が長い駅という風になっております。扉を閉めて列車発車します。平日の夕方なんかに来ると女子大生の皆さんがいっぱいここに並んでいるわけでございまして、あ、やっぱり本当に名前の通り鳴尾向こう側女子大前なんだなという感じがしますけども、駅名変えて本当に良かったと思います。次はプロ野球阪神タイガースの本拠地でもあります甲子園球場の最寄り駅、甲子園駅に到着です。向かい側から、お、こちらはですねリニューアル車両というやつですね、少し綺麗にしたジェットカーとなります。阪神電車の阪神甲子園球場へはですね2万人以上のお客さんが一度に来場するような、そんな駅ともなっておりまして、ここにはたくさんの混雑対策の工夫なんかがいっぱいされているわけです。今の時間帯は全然何もないんですが、もしよければその時の動画なんかも出していますのでですね、そんな動画をですねご覧いただけたらと思います。多分ね右上の方にね出てくると思いますよ、その関連動画が。もう航空写真で見てみるとすぐ下に甲子園球場があることがわかります。阪神タイガース本当に優勝おめでとうございます。ちなみにこの動画を撮影したのは2023年の2月ですので、まだ阪神タイガースが優勝する前の映像となっております。本当に申し訳ないです。この甲子園駅も退避設備はあるわけですが、休日の昼間ですのでここで退避は行いません。甲子園駅を出ると次は楠川駅に停まります。楠川駅というふうに名前の通り、またですね川がつく駅名ですね。今回は楠川の上に立っているというわけではないのですが、楠川という川が近くにあるんでしょう。阪神高速3号神戸線西宮インターチェンジの近く楠川駅に到着です。楠川駅は何も止まらないですよね、各駅停車のみの停車となっております。ちょうど向かい側から列車がやってきましたけど、列車本数が多いのもこの阪神電車の特徴。普通私鉄ならば最長でも10両8両なんかで運行することが多いのですが、この阪神電車本線に関しましては6両編成が最長、難波線に直通する車両で8両編成が最大となっております。ですが基本的には6両編成で運行することが多いですので、なかなかね珍しいと思いますよ。
近鉄線に直通する列車のみ8両または10両で運転することができます。10両になるのは尼崎より東側ですね。次は今津駅に停まります。阪急電車の阪急今津南線、西宮北口から南の方に短い区間伸びてきます。電車もここで乗り換えとなります。今津駅も単純な路線構造、この伏線区間、対比がない区間はですね、この各駅停車頑張って走りは止まり走りは止まりを繰り返さなければいけないです。今津駅に到着です。これ見てみると分かると思いますけど、上の方から急行電車が迫っているのが分かります。特急急行、それからですね、快速急行なんかの合間を縫ってこの電車走っているわけというのが分かると思いますけども、今津駅を扉を閉めて発車します。各駅に止まる時間はほんのわずか。お、向かい側からやってきたのが阪神電車のラッピング車両でございます。こちら線形電車なんですけども、阪神難波線の方に直通します。そして近鉄奈良の方に行きます。快速急行です。台湾とのコラボラッピング、台湾に桃園メトロという、一度は行ったことがある方もいるかもしれません。桃園空港から、台北駅までを結ぶですね、桃園メトロという、交通システムがあるわけですけども、そのシステムの桃園メトロとコラボレーションした、阪神車がコラボレーションしました、そんな車両が走っておりました。そして次は西宮駅に停まります。後からやってきます急行電車はこの西宮駅ですね、接続を行います。放送でもあった通り、この急行電車に乗ることはできません。西宮駅ですから、次の西宮で最終止まるということになっております。西宮で5回目の退避を行います。退避というか接続ですよね、退避みたいなもんです。優等子別に追いつかれるイコール退避というふうに考えていきますと、次で5本目ですね、西宮駅に到着。阪急電車の西宮北口なんかは西宮で有名ですけどもですね、 JR の西宮駅、阪急西宮北口、阪神の西宮駅は少々距離が離れておりまして、乗り換えにはちょっとね、都合が悪いといった感じでございます。扉が開いて西宮駅に到着です。乗ってきたのがこちら5550系ですね。乗り換え案内を見てみると、こちらアウトオブサービス、後からやってくる急行電車、当駅止まりの列車がやってくることを示しております。そしてその後特急スマウラ公駅が来てからこの電車発車ということなので、列車はあと2本待つことになります。本日5回目の退避、そして6回目の退避もここで行われます。5回目のこちら甲子園から楠川駅間を走っております。阪神電車急行電車の西宮駅、当駅止まりという風になっております。阪神電車線路は続くよどこまでものチャイムとともに列車は入ってまいります。線路は続くよどこまでも、その名の通り阪神電車は現在三宮から西側、神戸高速鉄道及び山陽電車の姫路、阪神難波線を経由して難波から近鉄電車、近鉄名古屋まで線路は続いていることになります。直通列車は走っておりませんが、直通列車で言えば奈良まで列車は走っていることになります。急行西宮駅、本当に線路は続くどこまでもの発車メロディーがふさわしい路線となっております。そしてその後にも特急が来るようですね。この特急が来る前にこの急行西宮駅でお客さんを降ろして、先ほどの普通電車に乗り換え、または後の特急に乗り換えさせるわけです。1時間に4本かな、確か運行されておりまして、阪神電車の尼崎行きと西宮行きがそれぞれ運転されております。阪神電車特急用車両の主力車両8000系電車でございます。8000系電車、当時は赤色に塗られていたわけですが、現在ではオレンジ色、阪神タイガースの敵とも永遠のライバルとも呼ばれます巨人のカラーとなっております。これに対抗してですね、なんか阪神電車の沿線の人から、お前阪神電車っていう名前のくせに、阪神タイガース持ってくせに、なんで巨人の色の電車走らせてるんだって怒られたことがあるらしいですよ。不思議ですよね。後からやってくる特急電車がもう間もなくやってきます。急行電車も今すぐ行ってしまいましたね。さて次はスマウラ公務まで向かいます。レムディドエクスプレス特急スマウラ公務行きでございます。
東急電車は島浦公園駅、直通特急は山陽姫路駅ということで少々違うわけですけども、直通特急も特急も英語表示にするとリミテッドエクスプレスになっておりますね。さてやってきたのは島浦公園駅特急、こちらも阪神電車8000系での運転でございます。このね電車に乗ってるお客さんがですね、この普通電車に殺到してくるかもしれませんので、そろそろですね乗り換えと、そろそろですね乗っておきたいところです。特急スマウラ公園駅、こちら LED ではなく幕で表示されています。なかなか珍しいですよね。本日追いつかれるのは6本目でございます。6回目の待避列車、特急スマウラ公園駅三宮まではもう少し距離があります。こうして特急電車が抜かれていきました。あと普通電車だけになってますよね。あとはですので、この特急が行けば発車するというわけです。西宮まで駅数、これは実に17駅目にしてもう6回優等市別に追いつかれております。これをね複合線ではなく複線だけで行っているのがまたすごいところ。これは尼崎駅で抜かされた急行電車ですね。こちらが西宮始発大阪梅田駅の急行として折り返ししたのが今ここ西宮駅に入線してきたところでございます。阪神電車優勝しましたが、当時は阪神電車優勝してない時の撮影ですので、これは甲子園のあれですね、高校野球かなんかの100周年のラッピングかなんかでしょうか。列車西宮、扉が閉まりまして少々5分少々止まりまして、次の駅へと走り出していきます。西宮駅を出発していきまして、進行方向右側ですね、少々見てみますと先ほど、急行電車に行かれましたけども、先ほど追いつかれました西宮駅の急行電車がこちらに止まっておりまして、これが折り返しで待っているわけですね。これをですね横目に見るように発車していきまして、次は高野園という駅に止まります。進行方向右側には六甲山系の山々が見えます。マヤ山であったり、この辺りの山は勾配がきつく、その山から海までの距離も短い、この三宮、神戸、この神戸市の町ですけども、まだ神戸市ではないですね、西宮市ですね、失礼いたしました。そして到着するのが高野園駅です。少々漢字が難しいですが、高野園駅は宿川という川の上に立っております。 JR でいうと桜宿川、阪急でいうと宿川駅があります。西宮駅の一駅西、扉を閉めて宿川の上に立つ高野園駅を出発、次は内出駅に停まります。さて阪神電車に乗車していきまして、地下または地上ばかりを走ってまいりましたが、まもなくこの高架から地上の方に入ってまいります。次内出駅、今乗っている普通電車がこちら高速神戸駅、その後ろに普通電車西宮駅に停まっておりまして、後から来る電車次快速急行のみなんですよね。阪神電車では珍しい踏切を渡っていくこととなります。本当に阪神電車現在高架化が進んでおりますので、このような踏切があるのはこの辺りの区間だけということになります。内出駅に到着、この内出駅も将来的にはきっと高架化されるのではないでしょうか。比較的この駅は新しいですので、まあ、しばらくは大丈夫だとは思いますけども、扉を閉めて内出駅を出発、次は芦屋駅に停まります。兵庫県の高級住宅街芦屋とも呼ばれておりますけども、さて先ほどまで少々踏切が何か所かありましたが、ここからはもう少し高いところ、交差する道路は全て下の方を通っていきます。次は芦屋駅に到着でございます。次の芦屋駅も芦屋川という川があるんですが、その芦屋川の上に立っております。 JR で言いますと芦屋駅はかなり大きなターミナル駅のような感じになっているわけですけども、こちらはですねそんなにそういった風格はなく、芦屋駅に一緒に泊まってすぐ発車するだけのそんな駅となっております。乗り降りするお客さんもやっぱり JR のが多いんですよね。先ほど内出を出た後のようにまたまた高架の方に移っていきます。線路を見てみても比較的新しい感じのイメージですよね。この芦屋からずっと西の方というのは割と最近に高架化された区間でありまして、設備自体もなかなか綺麗なものとなっております。それに加えてこの右側に見える六甲山、なかなか美しいものがありますし、こんだけ
この六甲山と海の間が狭いのに、そこに阪神電車、阪急電車、そして JR 線が通っているというのは、本当に驚きを隠せないような、そんな過密エリアとなっているわけです。まもなく到着するのは深江駅でございます。深江駅は各駅停車のみの停車する駅となっておりまして、深江の近くには足跡同様、たくさんの住宅街が広がってまいります。またですね、深江駅には神戸大学、深江キャンパスなんかもありまして、頭のいい神戸大学ですよね。僕は到底行くことのできない場所です。深江駅を出発しまして、阪神本線、次は大井駅と向かってまいります。多分阪神電車の中でも一番新しい、最近に高架化された区間ではないでしょうか。ほんの数年前まではここは地上を走っていたというような感じ関係になってまいります。対向列車もやってきましたが、やはりですね、このような高架にすることによって立体交差、道路との踏切の事故を減らす目的でも、道路の混雑防止という観点でも、かなり最近の鉄道においては新しく踏切を作ることが規制されていたりということでですね、高架化は大事な鉄道事業でもあるわけでございます。高架化するためにはそれなりのお金が必要でございますけども、それを賄えるだけのお金をきっと阪神電車は持っているでしょう。もちろん補助金なども出るとは思いますけども。まもなく大木駅へ参ります。阪神電車の大木駅、漢字で書くと青い木と書いて大木と読みます。なかなかこういう読み方ってこの地元の人しかしないと思いますよ。大木駅は2面4線の駅構造、他の朝の時間帯ですと優等種別の対比などに使われることがあります。この辺りから高い建物が目立つようになっていきます。基本的には2階または5階建てぐらいまでのマンションが普通ですけども、奥の方に少し高めのタワーマンションなどが目立ってくるのがこの辺りの地域。次は魚崎駅に停まります。さて、まもなく到着してまいりました。こちら魚崎駅、対向列車がいてちょっと分かりにくいですけども、魚崎駅ではこのように六甲ライナーとの乗り換えが可能、六甲アイランドという人工島がありまして、そちら方面への乗り継ぎもされております。そしてですね、この魚崎駅は直通特急や特急列車、そして快速急行までも止まる大きな駅ということになっています。周辺には何もないんですけども、なんでか知らないですが六甲ライナーの乗り換えがあるからか知りませんけども、ここは結構ですね、特急が止まったりもするわけです。ちょっと見にくかったですが、上に見えた線路、これがですね、六甲ライナーへのですね、乗り換えの橋ということになります。列車大きくカーブを走りまして、次は住吉駅に停まります。おっと、後ろから快速急行が迫っているぞ、これから逃げなくてはということで、列車は駅と駅の間を疾走していくんですけども、まもなく住吉駅に到着。大阪梅田から実に24駅目、距離にしてだいたい20数キロです。この住吉駅見てみると、あれ、待避設備がないじゃないかということは、この先ほど言いました快速急行というのはゆっくり走っているということなのでしょうかね。この前を見てみても進行表示、先ほどまではオレンジの光が放っておりました。原則75キロ以下で走ってくださいという表示です。住吉駅で扉が開いた時間は約20秒も足りないぐらい、すぐに扉を閉めて次の駅へと向かいます。次は三陰駅で、三陰駅には待避設備があります。次の三陰駅もなかなか面白いですよ。後から快速急行が迫っている中、次は三陰に停まります。三陰と聞いて思い当たるのは三陰石。三陰石ってなんやねんという感じなんですけども、兵庫県の三陰で採れた、まあこの六甲山で採れたんでしょうね。その石を使ってですね、例えば墓の石なんかに使われたりする高級な石ということで、三陰石、結構墓の石、大理石みたいなのに、ね、使われてると思いますよ。そして進行方向、右側見てみますと、こんな感じでカーブの途中にある駅、こっち側にですね、先ほど後ろから迫っている快速急行が通過していくこととなります。快速急行電車には、なんと近鉄の車両も使われるため、阪神電車は1両あたり18メートル、近鉄電車は1両あたり19メートルの車両ですので、停止位置が違ったりというような弊害があるわけですが、特にこの駅ではですね、このカーブの途中にあるということから、
この三鍵駅、たくさんのホームの長さが取れなかったことでありましたり、8両編成10両編成ではここに止まることができない、それからカーブが強すぎるため、この車両のね、長さが長ければ長いほどドアとホームの間が空いてしまうということで、ここの三鍵駅には快速急行は止まらないようになっております。逆に直通特急は止まるわけですね。一番早いのは直通特急とされていて、その次が快速急行という位置づけのはずなんですけども、快速急行なんと特急が止まる、この三鍵駅を素通りしていくわけです。この通過している様子もね、なかなか面白いと思いますので、ぜひ見てください。お、今度は阪神電車の車両が出てきました。もう停車するんじゃないかというような勢いのスピードで、神戸三宮駅快速急行が通過していきます。なかなかの乗車率ですよね。レールをきしませながら列車通っております。これ見てみるとね、やっぱりすごいカーブってことがわかると思います。ホームと扉の間が大きく空いてますよね、この辺り。さて、後ろからやってきていた快速急行、ここで見送っていきました。今三鍵駅ですね、こちらです。残念ながら6両編成でしたが、8両編成の場合もあるようですよね。後から直通特急電車も迫っておりますが、それに負けじとこの電車もう間もなくの発車でございます。実は発車まで時間がありました。こちらや、なんと5000系電車、こちらジェットカーの元祖ジェットカーの車両がやってきました。普通電車の梅田行きです。この短い場所にですね、このように4両編成の電車がカーブのところをやってまいりました。そして先ほどですね、僕が違うよっていうように言った直通特急ですが、その直通特急はここで接続を行うようです。ですから本日7本目が先ほどの快速急行、そして 8回目ですね、追いつかれるのは8回目、直通特急電車が間もなくこの3番ホームにやってくるようです。阪神電車の8000系電車でやってまいりました。直通特急姫路行き、こちらの電車を下見てみるとね、すごいホームとこのドアの間がめちゃくちゃ空いてるんですね。これ阪神電車の車両だからいいですけど、近鉄の電車だったらもうちょっと空くわけですよ。ちょっと直通特急のお客さんがここに乗ってくる前に先に乗っておきましょう。多分ね、席が埋まるってことはないでしょうけども、この三鍵から先各駅へはこの直通特急の後抜かれることは多分ないんじゃないかなと思っておりますので、後で、先ほどはこの直通特急から逃げるように走るとか言いましたけども、ここで接続だったようです。あとの直通特急電車をここで見送ります。本日8本目、距離にして梅田から三鍵まではだいたい20キロちょっとぐらいだと思います。すごいですよね、たった20キロで8回も抜かれる路線なんてなかなかないですよ。だいたい2キロから3キロに1回抜かれてることになりますから、しかもこれが伏線です。伏線ではないですよ。さて、三鍵駅を直通特急が出発していきまして、反対ホームにもいますよね。普通電車の高速神戸駅はこの直通特急の出発をもって間もなく発車してまいります。右側には元祖ジェットカーを見ながら扉を閉めて、列車は阪神三鍵駅を出発です。こんな大きなカーブの途中にある駅でも直通特急が止まる駅、その直通特急が止まるという名に恥じず、駅前、駅の北側には商業施設などがありまして、なかなか賑わっているような場所でもあります。そしてこの三鍵駅の配線といいますか、これを見てみますとですね、この三鍵駅にもですね、この留置線というのが設置されておりまして、例えば甲子園球場の臨時列車を止め置くためにでも、ここに特急電車を置いたりということを行います。そして三鍵駅を出発して今何十秒経ちましたでしょうか。20秒経たないうちに次の駅が見えてまいります。こちらが石屋川駅です。進行方向左側に1本線路があると思いますが、これは後で 見ることのできる場所がありますので、それについては後でお話しします。まず石屋川駅に到着、ここには直通特急電車などは止まりません。各駅停車のみの停車です。そして名前の通り石屋川というわけですから、石屋川という川の上に立っております。そんなに大きな川ではないんですけどね。
阪神電車は川のつく駅名が多い、そして川の上に立っている駅が多いということでも知られております。カーブ、川、そして駅間距離が短い、加速性能が日本一、さまざまな面白い点があります。そして石川駅を出て進行方向前の方をね、画面左端の方を見てみるとですね、線路が先ほど左側に1本あるというふうにも言いましたけども、この3本の線路ポイント分岐器などを通りまして、左側の線路をずっと辿っていきますと、こちら阪神電車の石屋川車庫を見ることができます。これ石屋川車庫なんですが、ここの下にはですね、高架にあるんですが、下にはですね、あの阪神百貨店かなんかが入ってまして、阪神オアシスみたいなやつかな、商業施設があったりします。面白いですよね。当時この石屋川車庫に、阪神淡路大震災があった当時には、石屋川車庫に置かれていた特急用車両、だいたい20両か30両ぐらいがですね、犠牲になったというような話を聞いたことがあります。今ではもちろん復興して戻っておりますけども、この辺りの地域は阪神淡路大震災、もう30年近く前の話になりますが、その影響も大きかったということになります。石屋川を出て車庫を眺めて、次は新在駅、新在駅も普通電車のみの停車というふうになっております。後からやってくる特急列車であったり、優等種別はもうないですよね。次の大石駅には梅田から28駅目、次の大石駅には対比の設備があるわけですが、対比は行わなさそうですよね。次の大石駅もですね、阪神電車川の上に立つ駅が多いと言いましたが、また川の上に立っている駅でもあります。川の上に立つ大石駅に到着でございます。大石駅もこちら待機設備はあるのですが、後からやってくる車両がないため、ここは短時間の停車ということになります。すぐに扉を閉めて大石駅を出発です。大石を出ると次は西灘駅に停まります。この辺りからは JR の線路も近くなってきまして、次の西灘駅は JR 前田駅の近くにありまして、乗り換えもね、そこまで遠い距離ではないようです。阪神本線、ここからは待避設備のない駅をずっと走っていくこととなります。灘という地域はですね、昔から酒造りが盛んでありまして、この辺りはお酒の産地としても知られております。灘の酒っていう感じですよね。兵庫県の真ん中ら辺ですね、その辺りで採れた米を使って日本酒を作って、その日本酒の産業がこの西灘、樽がある発酵させたり加工したりしているのはこの灘の酒蔵ということで、結構観光名所なんかにもなっております。お酒の町灘でございます。次は岩屋駅に停まります。向かい側から直通特急の車両5000系がやってまいりました。そして間もなく到着する岩屋駅、半地下構造となっておりまして、ここからはですね、地下へと入っていくことになります。神戸高速鉄道三宮元町方面はですね、神戸高速鉄道という、まあなんかそういう別のですね、会社が作っている路線になるんですけども、その路線を阪神電車の車両、そして所有も阪神の駅という感じで使っているわけです。そしてまあそんな感じのですね、場所にですね、行くわけなんですけど、そこが地下なんですよね。神戸三宮駅および元町、そして山陽電車との分岐点、西台駅もですね、このなんていうんですか、地下構造となっているわけです。ですからここから地下に入ってまいります。岩屋駅で地下に入ります。列車は地下の中を走りまして、次は春日の道駅へと止まります。阪急電車にも春日の道駅がありますが、阪神の春日の道駅からは結構距離が離れておりまして、乗り換えは困難ですよね。さて春日の道駅へ入線でございます。これね、駅の端両端にですね、このようにホームがあるわけですけども、昔はこの春日の道駅、実は島式ホームだったわけで、これ向かい側に普通電車ありますが、これね、下の方をよく見てみると、昔こちら側にホームがあった遺構が残っております。当時ここは黄色い点字ブロックなんかを見ますが、当時阪神電車の春日の道駅、日本で一番狭い恐怖の駅というふうにも呼ばれておりまして、この春日の道駅の島式ホーム、ここはすごい強風で煽られ、向かい側からやってくる車両と一緒にならないようダイヤが組まれていた。そして特急電車などはかなりですね、スピード落として通過していたということもあります。ホームの真ん中には柵が設置されておりまして、その柵にみんな捕まるように電車の通過を待っていたというような、そんな話も聞いております。
そしてそんなですね、春日野道駅はこの外側のホームができるまではずっと島式ホームで運用されていましたが、その間一回も死亡事故などは起こさなかったということが武勇伝として語られていますが、今から考えたらとんでもないことですよね。春日野道駅、春日野道を出ると次は HS32 神戸三宮駅に到着です。阪神電車神戸三宮駅は大阪梅田から32駅目、 JR 西日本との乗り換え、そして阪急電車阪急神戸三宮との乗り換えが可能です。次の神戸三宮、そしてその元町駅までが阪神電車の路線となります。ちょっとね、阪神電車見ようとしてるんですけどね、なんかちょっと動かない。これ面白いですよね。阪神電車のアプリから JR のウエスターっていう西日本の列車位置のアプリには行けんのに、 JR 西日本からは阪神電車のアプリに飛べないという謎仕様です。阪神電車で2番目に乗り降りするお客さんが多い駅と言っても過言ではない阪神電車神戸三宮駅です。ごめんなさい、今言ったのは2番目かどうかちゃんと確かめてないから適当に言ったんですが、多分2番目だと思います。 JR 線、阪急線、地下鉄線、そしてポートライナーはこの神戸三宮で乗り換えとなります。ですが皆さん、最初この列車に乗るとき行き先見ましたよね。この列車の行き先は普通電車の高速神戸駅です。ですから高速公園までですね、乗ろうと思います。そして今僕が座ってるのは優先席なんですけども、最近優先席に座るとね、若者が優先席に座るなとか文句言われるんですけど、まあ別に空いてたらいいじゃねえかとかって思うんですよね。まあ、こっちは遊びで動画撮ってるわけですから、もちろんね、譲るべき人がいたら譲りたいところですが、まあそんなにお客さんいないのにね、なんでそんな譲らなきゃいけないんだと思うところではあります。そして神戸三宮駅を出発し、次は阪神元町駅に、次は阪神電車の元町駅へと向かってまいります。信号機と信号機の間が大変短く、そしてきめ細かなこの指示がなされております。五灯式と呼ばれるものなんですけども、黄色2つ黄色1つで制限速度は45キロ以下で走ってくださいねという、確かそんな感じだったと思います。まもなく元町駅に到着、制限速度45キロで走ってくださいというのが書かれております。阪神電車の終点がこの元町駅になります。この元町駅より先は、線路自体は神戸高速鉄道という鉄道会社の持ち物になってきまして、元町の次西元町、そして高速公園までは実は神戸高速鉄道の線路を走っていくこととなります。東急東横線並びに港未来線で元町中華街なんかいうような行き先がありますけど、そちらの元町中華街は横浜の中華街、それに負けじと神戸にも中華街がありまして、神戸の元町にも中華街があります。美味しい豚まんであったり餃子、たくさんの中華料理を食べることができますよ。まもなく西元町駅に到着。西元町、この西元町駅の近くが中華街の一番最寄りのあたりだったと思いますよ。先ほどの元町駅は中華街というよりも大丸であったり、三宮から神戸まで続く商店街の中間のあたり、そちらで利用するお客さんが多いかなと思います。ですが西元町で降りる人はそんなにいない模様、まあ、実際そんなにないですからね、何も周りに。元町駅と神戸駅の間はそんなに長い距離ではないのですが、わざわざこうやって駅を設けるのがこの阪神電車らしさです。停車時間もほどほどに、次高速神戸駅へと止まってまいります。もうこの線路は神戸高速鉄道の路線ですよというふうに言いましたけども、持ち物は阪神電車、持ち物というか駅管理をしているのは阪神電車らしいんですよね。そして次の高速神戸駅ではですね、面白い光景を見ることができます。今僕が乗っている阪神電車の阪神本線、そしてそれ以外に阪急電車がやってくるわけですよね。ですから山陽電車の車両、そして阪神電車の車両、それからですね、阪急電車の車両を一堂に会することができるのが次の高速神戸駅ということになります。見てみると右がこちらですね、新開中期の阪急電車の車両を見ることができます。こちらの車両、新開地まで乗り入れているんですが、神戸線の阪急神戸線の特急電車のみ新開地から神戸高速鉄道を通って三宮までこの区間乗り入れているわけですね。さ
て、この普通電車もこの高速神戸駅ということなので全員降りることとなります。この後一旦留置場の方に入りまして、そこから折り返しをして大阪梅田までまた行くと、そういう経路なんですよね。大阪梅田から各駅まで乗せてくれたこの高速神戸駅と、ここでお別れすることになります。お客さんを全員降ろして、列車は普通電車ですが高速神戸駅として走っていきます。そして今対向に止まっていた阪急電車と同じタイミングで出発。右側の阪急電車、そして左側の阪神電車、同時に発車していくんですね。右側の阪急電車の方が少々こう長いですよね。ですがちょうどタイミングが一緒になりました。あ、そして右奥からは阪急電車がやってきましたね。こちら神戸三宮から大阪梅田方面へ向かう阪急電車です。そして左側に見えましたあの阪神電車行ったわけなんですけど、今まで乗ってきたやつはこの高速神戸の西側にですね留置線がありまして、そちらの方へ行くわけです。さて、そんな感じで今回の動画、大阪梅田、まあ、正確には福島なんですけども、大阪梅田の1個西側の駅福島からずっと乗ってきまして、高速神戸までやってまいりました。ではご視聴ありがとうございました。高速神戸駅で終わりです。また他の動画でお会いしましょう。さようなら。